皆さんこんこにちはネネットトビジススアナリスト横田修林です、えー、今日はですね、LINE のですね、l i n e アットカレッジっていうですね、えー、LINE さん主催のセミナーに、えー、弊社がですね、協力して、えー、特別ゲストとしてですね、講師として出演することになりましたので、えー、今日はそのものをね、えー、お伝えしたいと思います。えー、早速ですが、えー、こちらをご覧いただきたいと思います。 はい、えー、こちらはですね、LINE、えー、アットカレッジ特別編新潟ということで、LINE、えー、アットウェブカレッジブログ .jp という LINE さんのブログの中で紹介されています。えー、ここにいますように、ですね、プログラムということで、えー、繁盛店から学ぶ LINE アットということで、LINE、えー、ビジネスパートナーズ株式会社西尾さん、LINE、えー、の方が1時間最初にお話しします。 様々な業種の方にご利用いただける LINE アット、導入の手順から既存利用の繁盛店様の事例を踏まえたお客様からの反応の得られるノウハウをご案内しますということであるんですけど、まず LINE さんに1時間話していただいた後に、私の出番があります。ここまで使える LINE アットビジネス活用術ということで、私が喋ります。で、どんな内容を喋るかっていうとですね、 無料で利用できるようになって勢いで LINE アットに登録したものの使いこなしていないケースが多いと聞きます。どうやって友達を増やしていいかわからないとか、配信して友達にブロックされるのが怖くて出せないなどの初歩的な質問にも分かりやすく解説しますと。また、ライバルに差をつけるプッシュ配信の事例や画期的なタイムラインの活用法、実店舗などだけでなく、 EC サイトでもも使えるアドについても活用しますということで、僕のですね、LINE ブログの URL と、僕の写真も載っています。で、時間ですね。はい、ここにありますように、2015年5月25日、ちょうど2週間後でしょうか、14時から16時半、2時間半あります、ホテルサンルート新潟、これは新潟駅を出て、新潟駅の 弁天、あ、番台口ですね。番台口側を出てえ、番台口を背にして、右に曲がって、右手に行って、徒歩3分のところにあります。なんと参加費は無料ということで、定員50名となっています。でえ、応募多数の場合は抽選ということでえ、ぜひね、申し込んでいただきたいなと思います。え実はですね、この内容っていうのは、 ここにね、こちらから申し込みフォームありますので、申し込んでいただきたいんですけど、URL 等はですね、この動画の下の方に貼っておきますので、ご覧いただきたいなと思うんですが、ここにありますようにですね、実はこの内容は、LINE アットカレッジという LINE さんが出しているですね、公式アカウント、LINE アットカレッジというアカウントでも、タイムラインの方で紹介されました。ここにありますように、新潟、岡山、大阪、東京、無料勉強会、 ライアンアット運用のいろはを学びませんかということで、えー、告知がありました、えー。今どのぐらい集まっているかちょっとわからないんですけど、えー、ぜひね、あのー、申し込んでいただければと思います。はい。ということでね、えー、今日は、えー、ラインアットカレッジ特別編新潟が5月25日14時から16時半ですね、えー、行いますので、えー、ぜひね、えー、お越しいただければと思います。ネットビジスアナリスト、横田修林でした。 ありがとうございました。バイバイ。